どうもこんばんは、中野敦です。それでは、ロト6の結果を今から確認したいと思います。キャリーオーバーは全くないな。ってことは、1等は2口でだいたい2億7500万か。そして2等が7口で1154万円。まあ、とりあえず、ボーナス数字から見ていきたいと思います。ボーナス数字が、30。ボーナス数字30。ああ、予想してないな。30番台、今回あんまり予想してないもんな。続いて、本数字見ていきたいと思います。それでは確認します。2。2は予想してる。次は9。9ない。22は、30番台が多いな、3つか。今回30番台ほとんど予想してなかったから、1つしか予想してないな。その時点であかんかった。今回30番台3つやもんな。予想してんのは1つだけやから、今回賭けに失敗したな。まあ、とりあえず、当選数字書きます。2と、9、22、31、33、35、ボーナスが30か。今回40番台出るかなと思ってんけど、40番台出えへんかったな。でも次は出る可能性あるかな。まあ、気持ちを切り替えて、明日は1日休みを取って、明後日からロト6とロト7、2つ、あさって予想したいと思います。それではこの動画はこれで終わります。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴いただきありがとうございました。